ジュール・ポレールは、日本の競争は、2018年のビクトリア・マイルに優勝した。場名はフランス語デビューアクヤの意味。5歳上の兄には、GI マイルチャンピオンシップを優勝したサダム・パテック。デビューは遅く、2016年4月23日京都の3歳、未勝利戦でデビューし5着。3戦目となった6月12日阪神の3歳、未勝利戦で、初勝利を挙げる。 その後の2戦は勝ちきれなかったが、秋に入り500万した条件戦、絹笠特別と連勝しこの年を終える。初戦の渦潮ステークスで一番人気に応えて、解消し、オープン入りすると、重勝初挑戦となった阪神品馬ステークスで、ミッキークイーンの3着と、構想する。ビクトリアマイルでは7番人気と低評価だったが、アドマイアリードの3着に入り、波乱を演出する。 その後、クラス再編成で、準オープンに高級。9月30日の秋風ステークスで5勝目を挙げて、再びオープン入りする。11月のエリザベス女王杯は16着と、大敗した。初戦の阪神牝馬ステークスは5着に終わる。5月13日のビクトリアマイルは、中断でレースを進め、最後の直線で後位から抜け出した、レッドアバンセを捉えると、 大外から足を伸ばしてきたリスグラ州の追撃を、しのいで、GI 初制覇を果たした。秋に入り、府中品馬ステークスは4着、マイルチャンピオンシップ6着、阪神カップ5着と制裁を書いた。2019年1月10日、G1 サラブレッドクラブのホームページで、現役引退が発表された。引退後は、白追ファームで、繁殖品馬となる。 半アニに2012年のマイルチャンピオンシップを制したサダム・パテックがいる。ありがとうございます。